茨城県坂東市の逆西城跡公園に来ています。今回はここから逆西城を巡ります。いつもは最初に地図でルートを見ていくんですが、今回は直接車で来ました。ここはアクセスがあまり良くなくて、公共交通機関を利用するとかなりバスを乗り継いでこなければなりません。駐車場は目の前にありますので、車で来ることをお勧めします。非常に大きな歌舞伎門ですね。その脇に橋があり、二層櫓に続いています。空堀が見えますが、この奥が沼地になっていますので、かつてはここも水堀だったのかもしれません。逆西城は小山氏一族である逆西氏によって15世紀中頃に築城されました。後に北条氏の攻撃を受け落城、その北条氏によって新たに城が築かれます。ですから逆西氏の城と北条氏の城は厳密に言うと別物なんですね。その後、豊臣秀吉による小田原攻めを受け、北条氏は滅亡、城は廃城となります。二層櫓の中はね、このようになっています。格子から向こうを覗くと空堀が見渡せます。以前は2階に登ることができましたが、今では立ち入り禁止になっています。塀に様と呼ばれる小窓が設けられています。この施設の良い点というのはですね、下に土塁が見えますが、通常の城跡だと土塁の上がないんですね。つまり自分で想像しないといけなかったんです。しかし本物を知らないと想像できないですよね。この塀や建物はもちろん本物ではないんですが、可能な限り戦国時代の城郭を再現していますので、こういうものが土塁の上にあったんだなと視覚的にわかるわけです。前方に青楼櫓が見えてきました。こちらは物見台であると同時に、合戦時には自分の情勢を判断する司令塔のような役割を担っていました。こちらもね、登ってみようかなと思ったら残念ながら登れませんでした。おそらく建物が老朽化しているんでしょうね。先ほどの塀が途中で途切れています。ここから先は自分で想像してねと、言ってみれば応用問題のような感じでしょうか。ここから先は土塁しかありません。観音堂です。もともとお寺にあったものを移築復元しました。関宿城にあった薬井門を移築したものです。この先にあるのが主殿です。大台城という城の主殿以降を参考に復元したものです。
庭は枯山水の日本庭園になっています。でこちらも中に入ることができます。部屋は2間用意されています。車を堀が隔てています。この下に池がありますので、降りて見てみましょう。1536年、城主坂井常重が廃止した折、妻あるいは娘が釣り鐘をかぶって池に飛び込み自害しました。その釣り鐘を探すため、人々が池を掘ったことから金掘池と呼ばれています。祠の先に櫓門が見えていますね。外側から見るとこのような感じになります。橋の左側は深い堀になっています。そして右側の土塁は折れ曲がっていますよね。これを横屋掛と言います。今歩いているところが外側ですが、手前の土塁と奥の土塁の高さが違っていますよね。このように段差を設けた土塁を飛行二重土塁と言います。北側の土塁からの眺望です。手前に川が流れていますが、かつては沼だったところです。この沼地が敵の侵入を防いでいました。古い映画風のエフェクトをかけてみました。青楼櫓の土塁下は今でも沼地になっています。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。